プリキュアのメンバーにあの確認の連絡を乾杯って言ってますもん ねお酒飲んでたよねシャンメリーじゃないんですよそういうことですよねお客さんみたいな気持ちになってとっても嬉しくってもうまさに希望だなと世界は Yes プリキュア5 Yes プリキュア555から夢原のぞみ役三瓶優子さん夏木凛役竹内純子さんです誰かの命じゃなくて私を踊り続けるほらね本作のオリジナルキャラクターベル役氷笠陽子さんですありがとうございますはい、大人になった夢原のぞみを演じさせていただきます三瓶優子です今日はよろしくお願いしますお願いいたします続きまして竹内さん、はい、お願いいたします大人になった夏木凛を演じました竹内純子ですよろしくお願いしますありがとうございますよろしくお願いいたします氷笠さん、はい、お願いいたします今作でオリジナルキャラクターベル役を演じさせていただきます氷笠陽子です本日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますはい本当にびっくりという気持ちが驚きが本当に一番大きくて鷲尾さんが仕掛けた壮大なドッキリだったんじゃないかなと本当に信じられなくて事務所から聞いた時も何度か本当っていうやり取りをするぐらい本当に驚きましたでもこう時間が経ってこうキャラクターの絵を見たりしたらどん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 こう実感が湧いてきて嬉しさとともに大人になった望みを演じるのかという緊張と嬉しさと両方感じておりましたますますそのなんていうんですか置かれてる時間に、うん、あれ夢だったんじゃないかなみたいな本当だよねっていうのがこう心配になりすぎて、はい、プリキュアのメンバーに確認の連絡をしましたみんな聞いてるよねっていう確認を、はい、嘘つけばよかったですねそこでね聞いてない聞いてないってですね、事の重大さに気づいたのが収録の1日目でしたその前まではやったーとかって思ってたんですまあ鷲尾さんってプリキュアのこと愛してくれてるんだなこんなチャンスをまたいただけるんだなって思ったんですけど、まあ、当日思ったのはあこれ鷲尾さんからの試練なわけねって思いましたねさすがパパ愛と試練どっちも渡してくるさすがだなって思いました、はい、その気づいたのはですね、はい大人になったことなかったんですよ私たちねそうですねそうですそうですずっと中学生でしたそうなんですよ、はいはい、気づくの遅いってね思いましたけどいやいやチャレンジでしたね、うん、やっぱり嘘つきたくないじゃないですか、うん、こんな場をしっかり作ってくださった鷲尾さんとか皆様とかに対して本当でお返ししたいってね、はい、思うんだけど、うん、思うんだけどやったことないからねそうなんですよ大丈夫かなっていう心配が中学生からその時を経て彼女たちは一歩ずつ成長していくんですけど私たちそのこう間を一緒に体験したわけではないのでやっぱり急に大人の姿が現れてあどうしようっていうのは多分メンバー全員思ってましたよねはいなのでアフレコ現場では私大丈夫だったお互いに励まし合いながら頑張りましただったんですいややっぱりこのプリキュアシリーズプリキュア作品っていうのはこう女性声優の憧れの作品の一つだと思いますので私もこうして今作に関わらせていただけたことはとっても幸せでしたしこうお話をいただいた時っていうのがまだこうやっぱこの希望の力大人プリキュアっていう、こう表に出てない段階だったりとかもう本当に内部の中で進んでいる状態だったの でかつ私がその大人プリキュアっていうワードを聞いた時にこうのぞみちゃんたちが出るストーリーっていうのもまだ知らない状態だったのでもう完全新作で大人の人たちがプリキュアになるんだっていうぐらいの感覚でこう臨んでいたらこう台本を読んだらシナリオを読ませていただいたらみんなが出ているっていうあもうそれ逆になんかもう胸がいっぱいというかこう私も当時こう見ていたのぞみちゃんたちが大人になってまたこうそのプリキュアの世界に戻ってくるんだっていうのが
こうなんかお客さんみたいな気持ちになってとっても嬉しくって、もうまさに希望だなと思いました。とっても嬉しいです。急に固くなってしまって申し訳ないんですけど、あの今年プリキュア20周年ということで、20周年試作の一つとして、本作制作しておりまして、まあ、シリーズが20周年ということは、初期のシリーズを見ていてくださった子どもたちが成人して大人になっているということなんですね。なのでこのタイミングで、まあ、20周年という機会を持って、その子たちをメインターゲットにした映像作品を届けたいなと思って制作が進んでまいりました。で、内容としては、あの副題にもある大人プリキュアというところなんですけれども、まあ、大人になったのぞみたちの姿、そしてそののぞみたちの未来の一つを描くっていうところがまずベースにあって、まあ、その中で、まあ、メインとなる8名のキャラクターが今出てると思うんですけど、まあ、8名の、まあ、女性の活躍ではないんですけれども、まあ、どんな生き方をしているのかというさまざまな形だったりだとか、あのその中で起きる葛藤、あとはそこに立ち向かっていく強さみたいなところを描く作品になっております。中学生ののぞみたちを描いたテレビシリーズではなかなかできないことがたくさん詰まっているんじゃないかなと思って、本当にこうドラマとか、人間一人一人を掘り下げて描いて丁寧に描いてくれてるんだなっていうことをすごく実感しました。さっきもおっしゃってた通り、大人になったのぞみたちですもんね、はいはい、そうなんですよ。だって乾杯って言ってますもん ね、 ねお酒飲んでたよねシャンメリーじゃないんですよ。そういうことですよねそうですね、最初にそののぞみちゃんが大人になった姿を演じるときに、まず当然中学生のままではお仕事ができないと思いまして、まず地に足をつけようというところから今回始まったんですけど、ね、それから当然凛ちゃんに会って、飲もうってなった時はちょっと愚痴を言ったりとか、なんかこうそういう日常の風景もすごく丁寧に描かれていて、演じていても、なんていうんですか、こう演じにくかったっていうことは全然なかったですし、やっぱり、まあ、その中でも仲間がいると心強いなということはひしひしと感じました。凛ちゃん綺麗でした。美しいですよね。美しかったです。すいません、もう一言どうしても言いたくて。凛ちゃんは凛ちゃんでちょっとため息が多い人生を今歩んでるんですけど、まあ、この先ね、なんつったって希望の力なんですから、何か笑顔が、はち切れる笑顔が出ると思うんですけども、まあ、この二役を一緒に演じることができたのはちょっと幸せでした。今回まだまだ秘密も多いと思うんですけれども、改めて何も喋れないです。そうですよね先に言いますが、そうですね、どうぞ心得てまいります。ただ設定を今ちょっと言ってしまうとあれなんですが、まあ、やはり基本的にやっぱ謎に包まれているミステリアスなキャラクターということもありまして、でもやっぱ全容は知ってなくてはいけないということもあり、事前にシナリオをいただいて、最後まで私はちょっと読ませていただいていたんですね、アフレコの前に。で、プリキュアたちには内緒にしてくださいって言われていてなのでこう第1話のアフレコの時にも、まあ、三平優子ちゃんから、そう、ベルって何者なのみたいな、ベルって何者なの、知ってるんでしょってベル役の本人に教えないよって秘密みたいな、なんかまあコミュニケーションがあったりしたんですけれども、まあ、そういうのも意味も含めまして、まあ、監督だったり音響監督さんたちからは、まあ、最初のうちは結構プリキュアたちとこう分断されるというか、こう内緒の話をこう結構したりして、はい、まあ、こういう設定なので、まあ何ですかね、あまりこう怒りの感情とかはまだ出さないでほしいだったりとか、まあ、感情の出し入れみたいなものはかなりご指導いただきまして、緻密にかなり計算しながらやらせていただきましたね。ありました。喋りすぎちゃったかな。あでもそれは村瀬さんここまで OK ですよね。大丈夫です。わかりました、ありがとうございます。ぜひぜひ、それではファンとしては期待を持って楽しみにさせていただきたいと思います。私から言うね。はい、ありがとうございます。当時からなんですけど、困った、わかんないなってなると、ダブルアイちゃんに私はよく聞くんですよ。カレン役のアイちゃんと小町役のアイちゃんに、それで2人が OK 出るとよし OK ってやるんですよで
例えば失敗したかな、うまくできた芝居かなって分かんないと2人の顔を見るんですよ。2人がうんうんとかうんとかってなった時に、それを私は指針にやってたんですけど、今回もそうでした。今回も愛ちゃんたちの子をピッて見て、2人がちょっと笑顔じゃないから違うんだなとかっていうのは感じながらやってたので、私にとっての指針は変わらずでしたね。1話の時に緊張してました。はい、でも秘話か、秘話じゃないですでも1話の時にひかささん、ひかさちゃんに現場で会ったら、ひかささんも緊張してましたそれは秘話だあ、お互い緊張してるねって同い年だし ねでも、うん、ベルがひかささんって聞いて、あ、よかったっていうか、なんか安心感というか、うん、一緒にできるんだっていう嬉しさをすごく感じました。で、まあ、ベルもそうですし、ひかささんのプリキュアの現場っていうところが、まあ、1回目っていうところで、そういう意味も含めて、あんまりいろいろ言っちゃいけないってことも含めて緊張されてましたそう、ひかささん、そうですね、言ってはいけないを抱えてらっしゃったんですよね。そうですね、笑ってはいけないじゃないっていう言ってはいけない、 それなのに私がねえねえベルってどういう素材ねえ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 話しかけんなみたいなもういっそね本日はありがとうございました。私もこのプリキュアという作品に関わることができてとても幸せです。先ほどのぞみ役の三平ちゃんも言っていたんですが、仲間がいるからこそ頑張れる、仲間がいるからこそこうしてプリキュアっていうものになれる、そういう、なんだろう、仲間という素晴らしさっていうものがすごく一つのテーマにもなっていますし、子どもの頃このプリキュアを見ていてたくさんの希望をもらった人たちが今大人になっていって、そして今現実だったりとかあとはやっぱり社会っていうものに出ていく中で立ち向かわねばならない困難だったりとか理不尽っていうものももしかしたらあるかもしれません。その中でこう皆さんが孤独に感じることももしかしたらあるかもしれない。そこに、なんだろう、プリキュアっていう作品がこうやってまた寄り添いに戻ってきてくれてるんだなっていうのを私は感じておりますので、ぜひ当時見てくださった方々はもちろん、これから初めて見るよっていう方々もぜひこのプリキュアを見ていただけたら嬉しいなと思っております。本日はありがとうございました。わしおパパ、村瀬ねえねえ、この2人だけではなくたくさんの大人たちが本気の愛情を作るために私たちもそして読んでいただき本気の愛情を作りましたので、皆さん絶対に後悔しません。楽しんでみてください。はい、皆様にいいものがお届けできるように、愛と希望の力をいっぱい込めました。これが作品になったっていうこと自体がもう皆さんの愛情をすごく感じております。それがこうどれぐらいお返しできるかちょっとわからないんですけど、でもたくさん気持ちを込めて、感謝を込めて、演じさせていただきました。本当に次に何が起こるか、プリキュアいつ出てくるだろうとかタイトルにプリキュアってあるけどプリキュアいつ出てくるかなとか楽しみにお待ちいただければと思います。本当に、20年分の愛を込めて、お送りいたしますので、ぜひ楽しみにしていてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。